田口広島路は、アスカ時代の貴族、聖は阿ソン、以下は、十五位下。田口阿ソンは、新鮮聖四六、左京公別によると、石川阿ソ同窓、竹内宿根大臣の後なりとあり、川堀神という者が、豊見家家敷屋姫天皇のお世に、山和国高市軍、田口村に家を起こしたので、田口神と合するようになったという。この、 川堀神は、曽我田口川堀と同一人物とされている。俗に本紀巻、第三によると、文武天皇の慶運2年12月、同じ16位下の佐伯男、安倍誠君、小瀬正雄智、のりお人らと共4回昇進して、15位下に助赦する。司書に、名前が登場するのは以上であるが、万葉集巻、第三には、以下のような和歌が秀才されている。 田口博士マロの死ぬる時に、行武水マロの作る歌一首百足らず八十、墨坂に手向けせば杉に人にけだしあわむかも、曲がり角の多い坂で、神にお供え物をしたら死んでいった人にひょっとして、会えるだろうかここで、田口博士マロの生が省略されているのと、5位以上の官人である、高マロの死去が、6位以下の庶民の母子する場合に、用いられる、死という語で、 表記されている理由は不明である。ありがとうございます。